ナンバー29-03イソレジメント行きます。19世紀初頭、ロンバルディア平原を領有していた国はオーストリア。次、ロンバルディア平原の中心都市はミラノ。次、リソルジメント期のリオシチリア王国の王家はブルボン家。次、リオシチリア王国の半島部分の主要都市はナポリ。次、イタリア統一運動の呼称はリソルジメント。次、19世紀初頭にイタリア独立を目標とした秘密結社はカルボナリ、炭焼き島。次、カルボナリの行進は青年イタリアを指導したのはマッチーニ。次、青年イタリアが樹立した共和国はローマ共和国。次、ローマ共和国建国に影響を与えた出来事はフランス2月革命からのローマ共和国建国。次、19世紀初頭、ローマを領有していたのはローマ教皇。次、マッチーニのローマ共和国建国を鎮圧した人物はルイ・ナポレオンが鎮圧。次、リソルジメントの先頭に立った国はサルデーニャ王国。次、オーストリアの戦争を挑んだが敗北し退位したサルデーニャ王はカルロ・アルベルト。次、カルロ・アルベルトの実子はヴィットーリオ・エマヌエーレ2世。次、サルデーニャ王国の王でイタリア王国初代国王となったのはヴィットーリオ・エマヌエーレ2世。次、ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世に登用された首相はカブール。次、フランスの関心を得るためサルデーニャが参戦した戦争はクリミア戦争。クロンビエールの密約を結んだ2人はカブールとナポレオン3世。次、クロンビエールの密約でフランスへの割譲を約束した地域はサボイア・ニース。次、イタリア統一戦争でサルデーニャがオーストリアから獲得した地域はロンバルディアを獲得。次、現在のイタリアにおける経済の中心都市はミラノ。経済はミラノ。次、イタリア統一戦争の惨状を目撃し、デュナンが設立したものは赤十字。次、ナポレオン3世から承認を得てサルデーニャが併合した地域は中部イタリアを併合。次、中部イタリア併合と引き換えにサルデーニャがフランスに割譲した地域はサボイア・ニース。次、義勇軍を率いてリオシチリア王国を征服した共和主義者はガリバルディ。次、ガリバルディが組織した義勇軍は千人隊、赤シャツ隊。次、黒シャツ隊を結成した人物はムッソリーニ。黒シャツはムッソリーニ。次、ガリバルディから征服地を献上された人物はヴィットーリオ・エマヌエーレ2世。ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世。次、イタリア王国の成立年は1861年。ハローイタリア。次、ロシア農奴解放年のハプ年はこれも1861年。1861年。次、南北戦争の開始年はこれも1861年。1861年、南北戦争開始、ロシアの農奴解放、ハローイタリア。次、メキシコ出兵の開始年はこれも1861年。1861年。次、イタリアがベネチアを併合した戦争、不法戦争。次、イタリアがローマ教皇領を占領、併合した戦争は不仏戦争。ローマ教皇領は不仏戦争。次、イタリア王国によるローマ占領後の教皇の自称はバチカンの囚人。次、未開州のイタリアと呼ばれるアドリア海最奥の港はトリエステ。イタリア人居住地域でありながらイタリア王国領でない地域の総称は未開州のイタリア。次、未開州のイタリアを抱えながらの同盟は三国同盟。次、イタリアが協商側で参戦することになった協定はロンドン秘密協定。次、イタリアがトリエステや南チロルを回収できた条約はサンジェルマン条約。次、イ
一次大戦後も未改修であったイタリアは、フィウメとツァラ。フィウメとツァラ。ナンバー29-03、リソルジメント。1861年のイベントは、イタリア王国の成立、ロシア農奴解放令、南北戦争、メキシコ出兵、はい、